スタジオポノック新プロジェクト始動。立った。カニーノ。トト。トト。川へ消えた父を探して、小さなカニの兄弟は生まれて初めての旅に出た。ねえねえ、カニーノ。カニの兄弟の大冒険ファンタジー。米林博正監督。カニーニとカニーノ。スタジオポノック新プロジェクト始動。メジャーデビュー。卵は食べさせないでください。卵ですか。野球好きの少年シュンの唯一の敵は卵だった。母と少年の命のドラマ。なんで答えが変わる。分かっとるよ。でもシャクじゃん。百瀬義行監督サムライエッグ。いつか絶対卵食べちゃいるよ。スタジオポノック新プロジェクト始動。都会の隅で暮らす彼は誰にも見えない透明人間。お前さん、こんなところで何してる。たった一人の戦いをスペクタクルアクションで見せる。このままじっとしてるのかい。それとも僕のことが。山下明彦監督透明人間。